久留米市出身のお笑い芸人こがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今週は福岡県立小倉高校からお届けします。今日は3年生八木優太さん、笑顔が作り笑顔のようになってしまうそうなんです。僕の悩みは作り笑顔が作り笑顔すぎることです。作り笑顔は作り笑顔だよ。笑顔が作り笑顔になっちゃってるってことね。そうですね。作り笑顔が作り笑顔すぎるっていうことね、はい、そうです。で、どんな、どう引きつってるの。さっき撮ったやつなんですけど、こんな感じですね。あ、なるほどね。あの、頬を上げすぎてないね。頬をもっと上げなきゃいけない。もっとですか。もっと上げなきゃいけない。どれぐらいですか。おう。いい笑顔ですね。そう。口角を上げるって言っても、ここのほっぺたを上げるって筋肉だから、あの、もう言ったら回数上げていくしかない。練習がいりますか。だから、そうそう、今上げてって言われても多分もう限界はあると思う。だからちょっと俺と一緒にやろうか。ちょっと横に来てごらん、こっちに。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、93、
なるほど。こんな感じでやっぱそのさすがに教室でやってたらさ、はい、話しかけられなくなるから。そうですね。だからそしたら風呂に入ってる時にこうやって練習するのよ。うん、じゃあちょっと一回戻ってね。ありがとうございます。いつか小賀健さんよりいい笑顔になってみせます。すごいこと言うじゃない。